あ、大丈夫？できた？天気。あ、天気できた？できました。天気しか読まないですよ。おかんよ。なんで教えてもらってないからさ。道路交通とかいらない気がするな。じゃあやらないでいいでしょ。やらんどくか。なんか渋滞したらよっか。あとこの時間に渋滞するってあんまないさね。まあ確かに渋滞する前ですもんね。うん。5時6時に移ったらやるけども、やるけども、あ、5時6時に移るんですよね。そうそう、それも言わなきゃ。ああじゃないっすよ、見てきたね。来週からですよね。来週から。大丈夫？大丈夫ですよ。エンディングぐらいに覚えて。あなたが出れないとちょっともうあれですよ。何ですよ。俺はもう一人でできないっすね。頑張ってください。喋れないっすよ。そこはもう頑張ってしっかり者がいないと。 FM 行きの前もなんかチロッと話したんですけど、うん、募集してるんでしたっけ、あの人従業員。え、募集はしてないけど、もしいればいい子がいれば。いい子います。お、誰？かなで姉ちゃんが6月に仕事辞める。あー、言ってた人。めっちゃいい仕事できるいい子です。で、ラジオ局に興味あるみたいな、うん、だから美鈴が言ってたから、うん、FM 議論案と浦添の子なんで FM21 はやめたわけよ。マジで。だから今ちょっとそこを検討しててみたいな、うん、でもちょっと議論案の話を聞いてみたいかな。オッケーオッケー、話だからしてみようか。今度連れてきますじゃん、うん、あの番組に、うんうん、うち結構ブラックだけどって話しような融通きくブラック、融通きくブラック、やりがいしかな い, いやりがいしかない、やりがいの搾取。あ、ツイキャス始めます。はい、ツイキャス始まったよ。何これ、大丈夫？いや、あんまりあれだな。ん、内緒で。内緒でブラックっていうのは。あ、じゃあ、じゃあ、シュッ。時刻は午後3時を回りました。サザンブリーズ金曜日担当しますのは前城美鈴と山内です。はい、はい、ほらもう最初の約束が違うさ。あ、そうですか。最初の約束なんですか。ほら、あの美鈴ちゃんはいるだけでいいからみたいな。美鈴ちゃんはほら、はいはい、あの進めるとか全部僕がやるからみたいな。そうそうそう、そうなんですよ。第一声発しようとしなかった。美鈴はもう見て分かりましたからね。察しましたからね、今日。じゃあどっちだっけと。俺が言うんだっけ、みすずちゃんが言うんだっけみたいな。言ったことない、初めて言いました。時刻は午後3時を回りましたって初めて言いました。そうですか。大変ですね。でも本当にあの楽しむだけでいいんで、あまり何も考えなくていいんでね。全然考えてないですけどね。さあ、今日からちょっと暖かくなった。そうですね、昨日からか。今日は暑いですね。ポカポカ暑いですね。どうですか。いやー、クーラーつけてましたもん、車。あ、そうだよね、うん、暑かった。暑いのと寒いのはどっちがいいですか。寒いのが好きです。暑いのはもうダメじゃないですか。なんかダメ、どうにもできないじゃないですか。クーラーがあるよ。クーラーがなかったらどうにもならないじゃないですか。確かに、外とか。確かに。でも冬は着込めばいいじゃないですか。着込めばいいね。なんで夏は嫌いです、うん、溶ける。海とかは行かないの。あー、インドア派なんで自分結構。あ、意外とあれだよね、暗い話。いや、やめて。話。やめろやめろ。チラッと聞いたり、聞かなかったりしましたが。全然明るい子。明るいインドア派です。明るいインドア派。明るいインドアです。あの、あれですか？パーティーピーポーですか？いやー、苦手ですね、そういうのは。パーティー苦手？クラブとかってことですよね。いやいやいや、クラブはもう行かないですよ、おっさんも。なんだっけ、うん、飲み会があるじゃないですか。そういう人がいっぱいとか。そうそう、業種交流とか、あとなんだっけ、あ、なんだ、打ち上げとか。ああ、たまになら好きですけどね。毎週あるとちょっと。あ、そうなんだ、うん、毎週あると嫌。毎週あるとちょっと。1ヶ月に2回とか。1回とか。
2週に1回ね。だったら、だったらまだ。あ、じゃあ全然いいじゃないですか。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？全然パーティーピーポーですよ。全然パーティーピーポーですか？そう。パーティーピーポーになりたいインドアです。嘘つけ、なりたくもないだろ。じゃああんまなりたくないけど。さあ、ですね、みすずちゃん。はいよ。今日は何をするかといえば、うん、誘導尋問のコーナー、新コーナー。新コーナー。はい。定着するかしないかもわからないコーナーの時間ですね。そうです、もうね、あれですよ、人生は日々実験と冒険の。何何何、大事さ、そこ。いいこと言おうとしたのに。言おうとしたのに。積み重ねですか。そうですね。そうです、だから実験して冒険して、うん、ダメだったらもうスパッと捨てていく。それが大事ですので。そうですね、はい、はい。なので今日はですね、ちょっと僕がね、うん、インタビューしてきました。インタビュー、はい。それで、うん、あるワードを言わすという、うん、要するに誘導尋問ですね。誘導して、会話の中で誘導していって、誘導していって、そのワードを言わすっていう、ね、そうです、そうです。もう単刀直入にこれって言ってとか、そういうこと、うん、こっちゃないんですよ。例えばクイズ出すとか、うん、ミスちゃん今帽子だとしたら、誘導尋問のワードが、うん、頭にかぶってるの何とか、もうこれ、うん、もうあれですよ、これはこれは冷める、冷める、詐欺、ドン引き、詐欺、引く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 レベル。だからダメじゃないですか。じゃなくて、ね、はい、普通にこう会話の中でうまく引き出すという、これはあれですよ、僕らの会話力、会話力をアップさせるための、おお、コミュニケーション能力。そうそうそう、お互いね、ちょっと人見知りな面がありますので。山内さんはそんなことないでしょ。僕はかなりの人見知りです。嘘だ。本当です。嘘だよ。なんていうんですかね、初めて会った男性とは喋れないです。なんで？男の人？なんで？年上、あとか近い人は死に気使うよ。ああ、なるほどね。下とか女性だったらもうガンガンいけます。それ人見知りって言うのかな。まあそれでね、ちょっと会話力、うん、僕も最近ラジオが面白くないという。おい、どうした、どういうこと？山内さんはね、面白くないと今言われてる、言われてるんですよ。かわいそう。自分でもちょっと感じたりする部分もあってですね、ちょっと上げていきたいなと、その部分は。なるほどね。はい、ということで、誘導尋問でございます。誘導尋問、はい。そして、今日はですね、うん、今日何日ですか？今日は31、3月31。明日何の日ですか？明日は4月1日。4月1日はエプリルフール。エプリルフール、エプリルフール、エプリルフール、なんて。エプリルフール、そうです、エプリルフールですよ。はい、皆さんどんな嘘つくんでしょうか。みずちゃんどんな嘘ついておきますか。どんな嘘ついて、なんこんなのって乗っかるんですか。あ、1年に1回ですよ。いやー、のパーティーピーポー乗っかるんですよ、何でも。パーティーピーポーじゃないってば。いやー、こういうハロウィンとかね。あ、ハロウィンはね、なんかこういうエイプリルフールとか。いや、あなたはハロウィンはもう乗っかっといて。なんで。いやいやいや、女子だから。女子がコスプレしないで何をするの。10月31日にコスプレしないで何をすると。そう。かぼちゃ食っとくわ。いやいやいや、かぼちゃ食っても美味しくないですからね。わからんさ、美味しいかもしれないじゃないですか。美味しくない、かぼちゃはね、美味しくない。好きなやつ。個人のやつで。なので、ぜひね、乗っかってエイプリルフールに、そうそうそう、うん、嘘ついてください。何か嘘つきますか。立ち悪い嘘、立ち悪い。でもなんかあんまり良くない嘘ですよね。なんかほら、エイプリルフールについた嘘は、うん、1年は本当にならないっていうじゃないですか。あ、そうなんだ。そう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 。あは、だから彼氏できたとか、あ、彼女できたとか言ってるたらもう1年できない。そうそうそう、っていうなんか迷信みたいなのあるじゃないですか。あは、じゃあ気をつけんといけない。あくまで迷信ですけどね。いやいやいや、こういうのはね、のかて得てして当たるもんですからね。やばいっすよ。はい、なので皆さん、つく嘘とかね、嘘、疲れた嘘とかもしあれば、うん、どんどん送ってきてください。書いて送ってきてください。はい、ということで、じゃあサザンブレズ始めますか。およ、オープニングトークももう長く、いつも長くなるな。いつも長いですね。なんでか、なんでか、なんでか。ミスが聞きたい。
ミスズが聞きたい。なんでか。楽しいかいいっすか。楽しいよね。楽しいかいいっすか。基本ね。なのでちょっとね、サザンブリーズ、うん、1時間ですが、たったね1時間ですが、元気に楽しくお送りしていきますので、皆さん最後までお付き合いください。よろしくです、はい。さあ今日のオープニングナンバーは、わかりますか。わかんないです。めっちゃ綺麗な声と思って。そうなんですよ。ダダリ、ダダレイ。ダダレイ。読めてね。生き尽くし。ダメやないかい。違う、わかんないわけこれ。ダダレイかな。綺麗な声。これダダレイ。綺麗な声やと思って。沖縄の人かな。みずみちゃんが、はいよ、パソコンの電源を切りましたね。うん、おー、申し訳ない。あ、そう、これあれなってるわけ、なんだっけ、接触不良だっけ、ちょっと接触が悪い、ちょっと待ってね、電気やって、一応は道路もやって、そして、あっちの刑事さん、あ、わかんないです、全然見てなかったです。そして、ちょっとね、世界の嘘みたいな本当の話があるんですよ。おー、面白い。面白いよ。それをやりつつ、どうしよう、こんなちょっと緊張すんな。大丈夫かな、面白いかな。大丈夫だよ。エコザイルさんが、ヤマチンは人見知りじゃなく変態心だ。どうですか。まあ、当たってはいるってこと。本当ですか。変態っぽいっすか、僕。そうそう、正直僕なくはないんじゃないですか。変態っぽい。そうっすか。あ、残念。冗談ですよ。いやいやいや、冗談じゃないじゃん。冗談ですよ。いい人だなって思ってます。まあね、こんなね、公の間ではね、言えないですよね。キーワード帽子、それは最近ファッションで気をつけていることは、そういうことです。もうお察しの通り。そういうことです。で、皆さんにそのワードも募集しますので。うん。うん、何がいいかな。やっぱね、普通のワードは面白くないですよ。会話の中で出てきそうなんですね。そうそうそう。例えば、人参とか。人参？そんなもん一応か誘導はできるじゃないですか、簡単に。頑張って。うん。カレーに何入れるとか。そうそうそう、そういえばさ、今日カレー食べたいわけやみたいな。何入れればいいと思うとか。まあそれでもちょっと難しいけど、ね。まあ、あ、そうですね、うん。でもいきなりこのカレーの話題ってなるのが難しい、ね。うん、そうそう、難しい。だから一応ね、面白いと思うんだよね。うん、来週はだから、うん、あれ一応なんとなく決めてたよ、でも、うん、好きって言うんです。ミスズ好きか、山内好きって言います。言います。はぁ、はぁ、なるほどね。ハードル高いですよ。ハードル高いですね、うん、で、これ取れたらさ、俺に送って。わかりました。そしたらこっちでさ、いらないところあるから、あー、オッケー、編集するから。オッケーです、わかりました。今回も俺編集したんですよ、一応。なんかいっぱい聞いてくれてますね、今日も。ね、ね、ぜひ。だから皆さん、一応ね、ストックはしとくので、うん、キーワード送って、キーワード、うん、ぜひ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 。ほら、車クーラーオンだよ。15番目の男ね、本当だよ。しょうがない、今日は。今日は暑いもんね。暑い。天気いきますよ。時刻は3時12分を回りました。はよ、お送りしておりますサザンブリーズでございます。ございます。FM ゲーム山内と、そしてマイシロミスズが、マイシロミスズがFM ゲーム1より放送しております。
そうっすか。なんで？なんでそうですかって。ミスちゃんはね、モデルさんですよ、皆さん。なんでそこで出してきました？いきなり？なんでかな。一応言っときたいなと思って。なんで言うかった。そして、女優でもありますね。そうですね。女優って言われるのはなんかちょっと小恥ずかしいですね。そうっすか。じゃあなんていう？役者？お、役者？役者？役者？役者。エプリルフール？違うわ。なんでよ。で芸人。違うわ。それこそ違うわ。そうなんですか。それこそ違うわ。なんか目指してるという噂がありますけど、大丈夫ですか。もうみんなが生やし立てるからさ、そうやってさ、うん、広がるんだよ。まあでもあれなんですよ。それぐらい何でもできるってことなんですよ。まあ褒め言葉と受け取っておきましょうか。そう。あのね、昔はちょっと語っていいですか、うん、芸について。いいっすよ。あのちょっと感動するかもしれない。うん、心構えよろしくね。自分のハードル上げていきます。あのあれなんですよ、昔は一芸に秀でたっていうのがやっぱりかっこいいって、うん、トレンドでしたね。うん、そうですね、うん、だけど今や、うん、あの誰やった恋ダンスの人、あ、星野源、星野源しかり、うん、あ、何でもできるもんな、あの人。そう、あと誰います、何でもできる人。何でもできる人、歌って踊れて役者もできてみたいな。役者もできて、あの松潤とか嵐とか、あ、ジャニーズって考えたら大体そうだね。そうですね。ジャニーズは大体何でもできる。あ、スマップってすごいね。じゃあ司会もできる。スマップはすごいです。あなたもそうじゃないですか。司会もできる。芸人もできる。芸人はできてないわ。あの人たちはほら、面白いでもあるさ。ああ、そうですね、うん。確かに。うん。だから今やもうそういう時代になってきたんですよ。マルチな。マルチな。それが求められている。うん。世の中。そうですね。うん。だからいいんですよ。芸人もして、あの、司会もして、何でもやってください。全然感動しないですけど。どこに感動するとかあったら今びっくりした。あれ響かないか。天気っていいですか。天気ってください。今日31日の天気です。はい、南西の風やや強く、後北西の風強く晴れ、後曇り、うん、夕方から雨、お、雨降るんだ、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。そうなんですよ。お、今日の夜は大雨、うん、気をつけてね、大変ですよ。気をつけてね、みんな。で、うん、波の高さは2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。この後の降水確率は18時まで 60%、18時からは 80% となっております。日中の最高気温は25度でございます。ね、暑いね、今日は。暑いですね。でも、明日またぐっと気温が下がるみたいですよ。明日まで行ってみましょうか。明日まで行ってください。明日1日。北の風強く、うん、後北西の風強く、曇り後晴れ、明け方まで雨。波の高さは3メートルのち4メートル。降水確率は午前中は 70% から 30% ですね。うん、でも夜は 10% となっておりまして、朝の最低気温が17度、日中の最高気温が19度、20度超えないんです、明日は。ええ。気をつけてね、みんな。寒いし。寒いし。して日曜日は14度ですからね、最低気温。あ、いや。日曜日って、あさって？うん。なんかあります？週末。お仕事。週末、うん、は、あーこ、オーディションぐらい。お、オーディションあるんですか？オーディションぐらいですね。なんかの。言えない。うん。まだ言えないね。うん、オーディションって、うん、今までやってきた中で一番きつかったのは何ですか？一番きつかったオーディションは、うん、水着？お、水着オーディションも OK。あなた。水着も OK。あの、まあ、まあ、できれば受けたくないですけど。へ、うん、でも一応は OK はしてると、うん、NG はしてないってことですね。NG はしてないですね。基本結構何でも。そうですよ、何でも。だからもう一回言いますか。大丈夫です。大丈夫ですか。道路交通情報言ったらいい。道路交通情報ですが、ですね、宜野湾市内、はい、前原交差点から王者の交差点にかけて長い渋滞が続いています。もう、うん、もう今、うん、うん、今続いている。そしてですね、あの、国道58号線、牧港で、那覇向け渋滞。うん、そして、エグスクまで、これは北向け渋滞になっています、うん。大変ですよ。気をつけてね。気をつけてください。うん、以上。以上。道路交通情報をお伝えしました。およ。さあ、ですね、今日は、嘘にまつわるお話。そして、うん、後ほど、僕の、この誘導尋問のコーナー、新コーナーありますので、皆さんどんどん参加してください。メールアドレスは
797@fmgiroman.com 797@fmginowan.com となってます。そうです。みすーちゃん、はいよ、注意しましょうね。はい、あなたはもうこのサザンブリーズでは、うん、メールアドレスを言っとけばいいのでメールアドレスさえ言っとけば OK。 OK、 もうあとは何をしてても OK ですので気をつけてください。メールアドレスはもう完璧に言ってくださいね。OK です。それはもうきつく僕は注意しますあの一瞬の間も、一瞬たりとも、一瞬の間も許せませんでもいつ来られるか分からんのにさ大丈夫です。常にメールアドレスって思ってくださいいいですか。はいよ、わかりました。じゃあ CM 話を自分でも思うよバカだな、バカだな。じゃあ嘘みたいな本当の話をしていきましょうね。ミスザさんはアクトレス、アクトレス、アクトレスってかっこいい。じゃあアクトレスって言ってくださいよいや私アクトレスなんでそうそう絶対いいやなんだばこいつって思う。大丈夫よ、最初だけだよ。なんだばこいつって思うのアクトレス、私アクトレスですって言われたらもうあれだ。アクターが男性、アクトレスが女性ってことですか。アクトレスですって言われたらドン引きだな。アクトレスって言われたらドン引きですね。多分話が続かないね。うん、はあ、チャライ DJ かっちゃんさん、いやいや、やまちゃんミスこんちゃすって、いやいやって DJ だからこれキュッキュッキュッみたいな、ね、あ、そういうこと。 DJ さんね。この人はあれ何、あれに来る、鈴カフェ、鈴カフェ来ないっす。嘘、かっちゃん多分AKB ファンのことだよ。ああ、な、名前が変わりすぎて、そうそう、こいつ変わりすぎる。こいつって言わない、リスナーさんにこいつって言わない。あ、AKB ファンさんだったらたま時々コメントくれますね。あ、そうなんだ。うん、この人はもう美女にはほっとかないですか本当本当に美女ってじゃ認定されてることでいいですかね。ミスちゃんええ、顔ツイキャスで映ってないところでそんな顔してるさあお送りしておりますサザンブリーズでございま す。さあ今日はですね、うん、今日はじゃない、うん、明日は何の日ですか。明日はエイプリルフールです。もう一回せーの、エイプリルフールでございますなんでかけたですね、そこで今日はですね、はい、ちょっとね世界、うん、世界でですねびっくりする、うん、嘘のような本当の話をちょっと紹介していきたいと思います。ちょっと楽しみ、はい、楽しいですよ、はい。まずはその1、はい、世界の噛んだはい噛んだはい100円そうです、もう100円だよ本当に。世界のゲーマーたちもびっくり、ゲーマー、うん、135時間50分連続でゲームするという驚異の世界記録が樹立される。何それどうですか。え、135時間50分、約5日半連続、楽しいのそれえオーストラリア出身の方だそうです。28歳。 28? 仕事しようね。彼は2012年の11月13日にこの記録に挑戦を開始した。1時間ごとに10分の休憩を取ることが許されており、はあ、誰に許されたのかね。本当ですね。スポーツドリンクや軽食での食事によってエネルギー補給を行っていたなんかなんかスポーツ選手みたいなこと言ってる。スポーツ選手みたいだね。今回のことをこのように振り返っております。はい、かやさんっていう人ね、うん。男性ですけどね、もちろん。はい、私の両手は痛み始め、たくさんの包帯を使いました。うん、そしてパッドを使って自分のコントローラーを持ち上げたまま、固定をしようともしました。
ダサい全然かっこよくない、やばい、ヒーローインタビューみたいなことですもんね、これ。そうですよあれダメですかね。あのですね、中にはこの記録に触発されて自分も長時間プレイしようかなっていう人も出てくるかもしれない、うん、ほらこんな悪影響を及ぼすからさ。ただ過去には台湾で40時間連続を、連続でゲームをプレイし死亡してしまったケースもある、うん、ほら、なんとか症候群ですかね。なんとか症候群でしょうね。エコノミー症候群でしょうね、うん、どうですか、何時間ぐらいできますか。あー、もうゲームやります。ゲームやりましたよ、うん、子供の頃は。あ、そうなんだ、うん、インドア派だからてっきりやる人かなと思ったけど。やりましたよ。あー、今でもってことですか。そうそうそう、今ではもうゲームよりもっぱら漫画ですかね。漫画。あ、漫画どれぐらい見続けられる。あー、休み休みしてってことですか。うん、ずっと。まあだいたいずっと。どれぐらい。トイレに行ってもダメ。トイレはいいよ。トイレはいい。あ、だったらもう半日とかあー長いな。昼ぐらいから夕方くらいまで見てたりとか。びっくりしない自分で。そう。あ、やばいみたいな。あ、そろそろ布団から出ないとみたいな。あ、ずっと寝たまんまとか。そう、あ、いいね、それはね。そうなんですよね。大変ですよ、エコノミーなんとかになりますから。気をつけてくださいね。そうですね。はい。僕はそこまで、ちょっともうじっとしてられないんですよ。じっとしてられなさそうだ本当に。だからね、長時間っていうのはちょっと難しいですね。ですね。はい。ほどほどにね。ほどほどに。ゲームも漫画もね。そうですよ。うん、そして、はい、もう一つ、はい、これはですね、サッカーの試合でございます。サッカー好きですか。サッカーは、うん、嫌いではないです。うん興味ないな、これは。バレた。1試合でレッドカード36枚。何それ。用具係を含め37人が退場。すごいね。何それ。アルゼンチンのゴブリーグの試合で。ゴブリーグまであるんですね。1試合に両軍全選手36人にレッドカードが出る世界珍記録が飛び出しました珍記録だわ。これはね 2-0 で試合終了後なんですね。うん、なんだ両軍全選手の乱闘が起き、うん、はあ、激怒した主審が控え選手も含めた1チームのメンバー18人計36人にレッドカードを連発。うーん、用具係も同じ処分なんでこの人も熱くなってこう乱闘に参加したんでしょうね。なるほどね。それで監督はですね、どんな要求をしているかというと、うん、ほとんどの選手は仲裁しようとしていただけ、うん、レッドカードは主審が混乱した結果だ、うんだそうです。どうでもいいなチョイスもっとなんかいいやつあったでしょう。いやいや、サッカーですよはあちょっとよくわかんないですけど。そうっすか、うん、じゃあ次、自宅アパートでタバコを1本吸うために16万円を支払う判決。何それ。すごいね。日本でも、うん、喫煙家にとって住みにくい世の中になりましたね。はい、そうですよね、ミスユちゃんとちょっとね、もう、ね大変だよね、タバコ吸うの。いや、自分タバコ吸わないんでわかんないですけど。あれ吸ってるとこ見たことあります？ないです。欧米はもっとひどいということですよ。ニューヨークの裁判で、うん、男性が自宅アパートで葉巻を1本吸うたびに2,000ドル、うん、およそ16万円を支払う、命令が下されたということですよ。1本16万やめますよね、それ。やめるよね、普通。ハリー・ライソンさんという方、うん、彼の葉巻の匂いがアパートから漏れ、うん、漏れていたうんうんでね、うん、そういう匂いがしたらもうすぐ払わないといけないと。へえ。で、15日以内に支払わなかった場合はさらに12万円の罰金が上乗せされる。へえ。大変だよね。大変。ね、うん、要するにね、あまりにもひどい悪臭だったということです。タバコの匂いがってこと。そうそうそう。へえ。それでもう住人がね、うん、アパートの、うん、もうこれはたまらんっつって
訴えたということですね。はあ、厳しいな。どうですか、タバコの匂い。いやー、そんな、うん、まあ吸わない方がいいとは思いますけど、やっぱり健康のためにとか、うん、でも吸う人もいて、別にお父さんは吸ってる。お父さんは吸いますね。あ、だからそんな言うんですよ。うん、だからかも。なんかやっぱり吸う人って習慣じゃないですか。でそれでなんかその生活のサイクルができてるみたいなところあるじゃないですか、うん、あるね。だから別にそれをなんかすごく意味嫌って取り上げようみたいなのはちょっとなんかなって思いますけど、ね、さすが優等生発言はもう素晴らしい。何ですか、どういうこと。素晴らしい、さすがですね。ただ16万円支払うということで、かわいそうですね、うん、顔写真ももう載って、はい、かわいそう。でもちょっとさ、この顔写真見たら悪い人っぽい犯罪者みたい。犯罪者みたい。やめれやめれ、タバコ吸っただけでしょ。やめれやめれ。だからいいと思います。いいと思います。はい、別に、はい、続いて、はいよ、これはいいのかな、チョイスが。まあいいか。エリザベス女王はパスポートを持っていない、なぜなら女王だから。チョイス、チョイス。すごくない、でもトリビアみたいなことになってます。そうなんですよ、へーなんですよ、これは必要としてないっていう、本当に116カ国訪問したそうなんですが、はあ、うん、どこの国へ行くにもパスポートを必要としていない。まあ悪いことはしないからね。そうそう、女王は女王と名乗るだけで OK って。まあそりゃそうでしょうね、入国の際ですよ。まあエリザベス女王ぐらいになったらやっぱそうでしょ、顔パスでどこでも行けるでしょ。本当？いや、たださ、うん、じゃあ日本の場合どうなのっていうとこなんですが、うん、日本の天皇や他の国王は、うん、エリザベス女王に限った話ではないと。国際慣例として国家元首にあたる人物はパスポートは不要。日本の場合は天皇と皇后のお二人、わかりますか、天皇と皇后さん、川あの人たちはもうパスポートいらないんですよ。へえ、いいよな、いいよな。いやでも大変ですよ。天皇さんって大変なんだろうなっていつも思ってますよ。そうですか。絶対そうでしょう。なりたくない。いやー、なれるとしてもなりたくないですね。あ、本当？いや、めちゃくちゃ大変でしょ。そっか、大変かな。いやだって確かに、何するにもでしょ。そうだね、飲みに行けないのか。飲みにも行けないですよ。飲んでカラオケも歌えない。もう無理ですよ。ダメですよ。山内さんなんて絶対なれないですよ。あれかね、酔っ払って路上でこの写真とか撮ったらダメかな。絶対ダメですよ。あげよっつって。ダメですよ、絶対ダメですよ。ダメ。山内さんも10分ぐらいでもう放棄する。そうなんですね。もうじっとしてられんからな。さあ続いて、これは意味不明ですよ、うん、もし下着を盗まれていたら連絡ください、私が持っているので。何それ、という張り紙が。何それ、掲示されていた。どういうことなんでしょうか。無遊病者なんでしょうか、変態なんでしょうか。なぜならこれね、うちの猫が大量の下着と靴下を近所から盗んでることが分かりました。なるほどね。私はジョージ通りに住んでいます、うん、あなたが被害者なら大変申し訳ありません、うん、品物はここにありお返ししたいと思います。という張り紙を出した。なるほどね、もう自分の飼い猫の仕業は自分のせいだと。そうで、私たちは引っ越しますって。かわいそうだね。なんで。だからそれで引っ越すから取りに来てってことですか。違います、もうね、要するに盗んでるし、うん、迷惑かけたくないということで引っ越しするんですね。ごめんなさい、引っ越し。そう。かわいそう。猫、あなた猫好き。猫好きですね。ですか。好きですよ。犬とどっちが好きですか。あ、どっちも好きです。犬飼ってるけど猫も好きです。あ、犬飼ってたね。犬飼ってます。そういえばね、はい、超かわいいです。猫も好き。猫も大好きです。だがしかし、だがしかし、猫のために引っ越すことがある。あ、じゃあ飼わない。じゃあ猫飼わない。そうなんですか。じゃあ犬飼う。犬飼う、うん、犬もでも取ってくるんじゃない。犬はじゃあしつけしたら大丈夫ですか。そうなんですか。家の中で飼えばいいんでしょ。出さなければいいんでしょ。猫もだよ。猫はストレス溜まるかな。うん、猫はほら出さないと、自由にさせないとダメじゃないですか。あ、そうなんだ。そう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 。どうしたどうしたどうした。あんまりだったな。さあ
あ、メール来ております。はい。スーズハローハロー。ハロー。チュ。ま。びっくりしてさ、びっくりしたさ、ほら。パンチアボちゃんハローハロー。エコザイル出すよ。ありがとうございます。顔や態度に出やすいから嘘はつけないタイプですが何か。ああ、ミスズもそうかも。だけどサプライズは好きで、うん、こういう時なぜか隠せるのよね。じゃあ後からやってことで。ほい。どうですかサプライズ。サプライズ、サプライズ下手くそです。ほら友達の誕生日とかに、はい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 、その日じゃなくて前の日とかに、うん、誕生日買ってプレゼント買ってたりとかするじゃないですか、うんうん、で誕生日までに会うことがあるかもしれないじゃないですか、うんうんうん、その時に渡しちゃうんですよ待ちきれなくてサプライズもクソもないじゃないですか誕生日もクソもないですもう渡したいんですよドキドキして何なんですかね分かんないですけどねそうなんですかそうなんですよじゃあサプライズもやったことがないいやでもほら友達と一緒にとかやられたことはやられたことはあります。ああ、やられたこと、うん、なんかみんなで、うん、居酒屋じゃないけど、あ、しゃぶしゃぶ屋さんだ。しゃぶしゃぶ屋さんでご飯食べてたら、うん、ケーキが運ばれてきました。ああ、あれですか？なんか BGM も。そうそうそう。午前0時を得意の。そうそうそう。得意のって。デジやそう。いやいや、嫌じゃないですよ。なんで嫌そうって。居酒屋とかでよくそういう光景目にするじゃないですか、うん、そうですね、うん、どうですかえ嫌なんですかおめでとうじゃないですかあ僕はもうおめでとうって思いますけど何ですかみすずは思わないみたいなどういう性格だと思ってるんですかちゃんと思いますよおめでとうっていつなんですか誕生日11月ですあ遠いな忘れるな忘れんでいやもうサプライズしたいなと思って、はあ、そうなったらそれ忘れた頃がいいんじゃないですか11月あそうだねじゃあサプライズをしましょうねサプライズしましょうねっていうサプライズはなかなかないと思いますそうそうだからそれより分かっていながら、うん、さらにサプライズされるというこの大規模それってめっちゃハードル上がってますよサプライズされるっていう心構えをしてる人のハードルをまた超えないといけないそう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 できますできます余裕ですあー怖い怖いなんならこう飛ぶとかさ落ちるとかやだやだやだもうそれ楽しくないやつじゃないですかあれは得意ですかこのジェットコースター系はあーどうだろうディズニー行ったら乗るまあでもうん乗りますよ好き好きかどうかは分かんないですそれぐそんなには乗ってないんでああじゃあ試さんといけんね嫌です山内さんはそろそろ誕生日なんですかえ野の中の銀のおたるさんが山内さんはそろそろ誕生日でしたよねそうなんですよそうなんですか3月生まれ4月生まれぽいえ何ぽいってなんかぽいってありませんあ分かるなんか冬生まれっぽいみたいなみすずちゃんは11月っぽい。ぽいんですか？わかるわかる、でも。そうなんです。11月っぽいよ。11月なんです。なんか冬に生まれましたみたいな。冬に生まれました。なんでかな？なんでかな？ぽいってなんでかね？ぽいってなんででしょう、ね、知りたいね。まあ、3分の2ぐらいの確率で外れてるんですよ。なんじゃ？なんじゃそりゃ続いて、うん、モーミーさん。はい。はいさい、すずみ。はいよ。内山さんが絶対すずみと合わせたくない。モーミーやIBCが。おう、ああ、合わせたくない、モーミーさんね。明日、はい、エープヒット、フル、ハイル、ヒーヤクとは、嘘にまつわる難しい、難しい。ああ、難しいな。嘘も方便って言って嘘つくのも、相手を喜ばすときがアンバーよ、うん。例えば、ガネコマーヨ、世界一可愛いとか、ガネコマーヨってわかりますああ、シンガーの。そうそうそう、うん、世界一可愛いとか、ひとみん世界一、美しいとか、うん、下ネタ大嫌いなダンディ山内さんとか、うん、ヤシがこの3人、うん、今聞いてないかしわやすさ、うん、これは本当の話だが、うん、スズミ、はい、フェイスブック見たこと見た感じはフェイスブックって、はい、フェイスブックね、はい、フェイスブック見た感じは、はい、やっぱりワンと合わない方がいいはずワンと合ったら最後前をひとみみたいに汚れて毛も生え
なくなって何もかもやんりる。じゃあ会わないどこ。じゃあ会わないどこ。もうさ読みにくいわ。そして、沖縄コンビニセンターさん、ありがとうね、もみさん。お二人様、こんにちは。私、はい、生まれてこの方、嘘ついたことがない。おぉ。追伸、嘘ついてごめんなさい。人間のもの、嘘つくはず。どんな。ああ、いいですね。嘘ついたことないっていう嘘いいですね。なんか、ハッピーにも、そうでもならないじゃないですか。害がないってこと。そう。じゃあ言うなよって話ですよ。でもほら、嘘つかないといけないんでしょ。ああ、なるほど。うん。じゃあ害がないことがいいじゃないですか。なるほど、いいこと言いますね。もう毎年そうしよう。毎年嘘ついたことないって言ってもじゃあ何も言わないでよ。さあ、CM いきたいと思います。はい、よし、じゃあ次は問題の コーナー。後からやは大体何分後のことですか。もうその人のエコさんに聞いた。エコさんに。その人のあれですよね。そうです。ほよ、あこれ、これそっか、オッケー。これこの番組であまり言いたくないな。ん、どうしよう。まあいいや。後からやーって何分後ぐらいですかね。あ、びっくりした。その人のでもなんか力量みたいなとこありますもんね。うん。後からやーって言って3日後とかありますもん。1週間とか全然ありますもん。はい、本当に。でも大体1日経たないですけどね、後からやー出します。俺は行きますって言ってからに行かないことが大丈夫。なななな、多いそう。多そう。だからミスズあれですよ、バレンタインあげなかったんですかね。だからだからですよ。絶対違う。ほんとほんと、あげるって言ってたじゃん。いた、言ってましたよ。だからだけど、いるって言ったのに FM 小座にいなかったからあげなかったんですかね。こっちで仕事なんですよ、俺偉いと思う。ミキサーしながら前、うん、ミスズちゃんの番組に映ってたんですよ。マジですか。こっちで2時間ずっとミキサーだっけ俺。集中して仕事しよう。しかも自分も喋る番組。そうなんですか。その間で器用っていうかなんていうか。すごいでしょ。さあお送りしておりますサザンブリーズでございます。前半は、無駄な時間を過ごさせてしまってごめんなさい。嘘、こういう番組じゃなかった。こういう番組です。さてさらにですね、後半は、うん、無駄な時間を過ごしていただきます。今週から始まります、うん、なんだっけコーナー名。誘導尋問。そう、誘導尋問でございます。誘導尋問のコーナー、これが面白いかどうか、2、3週やって決めたいと思います。ちなみに今日はですね、誘導尋問っていうのは、うん、その要するにあるワードを言わすと、うん、それもただ言わすんじゃなくて、うん、やっぱりこう誘導して誘導して言わす、うん、簡単なんですよ、ただ言わすのは、うん、ね、うん、例えば人参だったら、うん、カレーの具の中で何が好きみたいな、もうそういうことを聞いたらもうドン引きなんですよ。あんまそうでもないかな。でも、うん、行き方が OK だったら別にワードが人参でもいいってことですね。そう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 。だから、うん、結局なんていうかな、ズバリ聞くとかじゃなくて、いかに回り込んで回り込んで相手を誘導していくか。ああ、どっから始めるっていうことがあったら面白くないですか。どっから始めるっていうことが、なんか要は、うん、じゃあワード決めて、カレーっていうワードだったら、うん、じゃあ自治問題を話してるとこから始める。ああ、いいねっていう、さらに縛るというこのド M から、自治問題を話してるとこからどうカレーに持っていくかって。オッケーオッケー。
そうしましょう。あ、やばい、いらんこと言ったから。はい、さすがド M みすずでございます。今日はですね、僕があのこの新しくですね、4月から朝の番組を金曜日担当することになった新庄由紀子さんという、ラジオレポーター、ラジオカーのレポーターRBC のもやってる人なんですけど、正統派のアナウンサーなんですね。はい、彼女に何を言わしたかったかというと、おならということでございます。正統派なのに正統派なのに会話の中でおならってあんまり言わないじゃないですか。そうですね、うん、非常に山内さん頑張りました。それでは聞いてください。うわ、いい声。喋りたくないことってね。喋りたくないこと、うん、これはちょっと喋るの嫌だなっていうジャンル、あ、この辺から、うん、攻めてます。ダメですね、私全然お笑いが、うん、なんでっていうのは多分わからないのと、うん、あんまりね、うん、笑われたくない。いやいやいや、あんまりね、笑えない。なんだろう、なんでしょうね、多分熱狂的な、うん、でも大好きなお笑い芸人が今ちょっといないので、そうだからちょっとなんかお笑いネタを振られたら、うん、やばい、分からんけどみたいな感じになっちゃう。あ、お笑いネタってその今流行ってるのとかとか、そうそうそう、おばあさん、もうブルゾンちえみさんとか何やってんのみたいな。あれ見て笑えない。そうそうそう、なんかね、頑張ってるなっていう見方をしてしまうんですよ。なんか恨み見方にしちゃって、うん、そうそうそう、もうこの辺で諦めます。そういう関係だけ、うーん、あと苦手なもの、そう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 、ですか。絞って言ってほしかったんだね。苦手なジャンル、うん、なんか政治とかはちょっと口に出して喋りたくないですよね、なんとなく。あ、なんか、あ、こういうこと考えてるんだとか、うん、同じね、意見とかだ。あ、政治、あ、政治、そうそうそう、あ、政治、ね、ちょっとなんか気まずくなりますよね。もう諦めてますよ。後ろの声がなんかやらしい。何ですかね。ちょっと OK なんだ。いやいや、なんで、なんでここで言わないと全部聞くよみたいな感じになっちゃうから、それは嫌ですけど。ちょっとただ参考にしてるだけですよ。そう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 。カズマ、私別にアナウンサーでもないので、特にこういうことを言っちゃいけないっていう、なんか、そういうなんか縛りはないですけど、あれじゃないですか、ね、自分のキャラをどう作るかとかもあるんじゃないですか。自分でやるってこと。そうですね、うん、どう作るの、どう作りましょうかね。でも私は、うん、デイジ頑張ってる、デイジ頑張るわけ。そうですね、できればわがままですけど普通にやりたい、うん、どういうこと、普通にやりたい。何ですか普通。正統派な感じで。正統派な感じ、どういうこと。無理なんですけど、笑われたくない、うん、なんかね、予想言われるとあれじゃないですか。のインタビューみたいですよね、自分でもね、面白くないってなるかもしれない。始まらないよ、どうぞ。笑われたくないんだ。別に笑われていいんですけど、なんなんですかね。このフリーの人たちは、はい、あなたフリーじゃないですか、はい、朝起きますよね、まず。したら何をするんですか。朝起きたら、うん、でも私はすぐお湯沸かして、うん、コーヒーセットして、うん、で顔洗って化粧して、うん、っていう感じです。顔見たことない。仕事がある時は、うん、自分のことやるんですけど、うん、仕事がない時は、うん、もう。あの、あれなんです、これは要するに、ね、朝起きたらまずトイレ行ってみたいなことを言わしたかったんです。そしたら何が出ますかみたいな。あとは朝ドラです。わかります。大好きだったら嫌な、この個人も下手くそ、なんで嫌なことか聞く。違う違う、嫌なことじゃなくて、はい、この男性で、はい、これは嫌だよっていうことある、一緒に住んでて。ああ、言っちゃっていいんですか。
いいですか。まあカットもするからさ。あ、でももう超普通ですよ。何、あ、でも言いたくないな。うん、どっちやねん。私ね、ダメ、言わない。じゃあ言うなって話ですよね、ごめんなさい。いや、ちょっとちっちゃい声出した。いやいや、じゃあ諦めてます。言うかもしれなかったですね、今。そうだね、でも言わなかったっけ。引き出そうとしてますね、今。一生懸命隠しますよ。違う、別にさ、はい、あなたのあれを引き出そうとしてるわけじゃないわけ、じゃなくてさ、少しね、うん、じゃなくて、はい、もうデジ苦労したってね。ガード硬い人から攻めすぎましたね。発音練習はどんなやつやりますか。発音の練習。なるほどね、そこに結んでほしかったんですね。違う、そうでもない。違う、あ、でもめちゃくちゃ発声練習は一応します。どんなこと言うの。車の中で、どんなこと言うの。ラリルレロリルレロラルレロラリレロラリルロラリルレで、ラ行を、もうとりあえず何回も言ったり、で、朝だとすごくなんか声がガラガラになってるので、もうとりあえず早口言葉とか入らない。早口言葉よりは私はもうとりあえず声出すようにしてます。早口言葉でもやるさね。これダメじゃん。人によってはやりますけど。ダメじゃないこれ。私はあんまりやらないです。よくないやったことある練習で。あ、でもあります。じゃあ早口言葉ってさ、もう知られてるじゃないですか、はい、作りますか。そう、作ってください。おならのワードを入れて、はい、早口言葉を作らせた。もうダメじゃん。いいやつ参りました。なんでなんで。違う、キーワードを、ね、言わすというのをやろうと思ってる。あ、面白い。何だったんですか。おなら。うまい。そうなんだ。さあ、ダメじゃないですか。最初からダメじゃないですか。成功してないさ。無理でした。はあ、難しかった本当に。いや難しいですよそりゃ、うん、その人のやっぱり会話力じゃなくて、うん、会話を引き出す力が問われるじゃないですか。そう、まさに僕と今みすずちゃんに足りないのは。え、みすずにも足りないですか。何ですか今言った。会話を引き出す能力。そこです。待って、みすずにも足りてないみたいに言わないでもらっていいですか。やっぱね、そこをちゃんとしていきましょうということで、はい、さあ、ですね、これ僕言えなかったじゃないですか。そうですね。あの、ごめんなさい本当に。謝るんかい、謝るんかい。もう申し訳ないです。来週はですね、うん、ちょっとじゃんけんして決めていきたいと思います。まずその前にお題を決めましょう、うん、お題、はい、これちょっとね、今週はお題を僕が考えてきたんですけど、うん、来週から皆さんぜひですね、お題こうツイキャスとかでもコメントしてください、うん、メールでもいいです。それを、うん、できれば採用したいなと思っておりますので、うん、で今週来週のお題は、うん、例えば俺だったら山内さん好き、うん、みすずちゃんだったらみすず好き、うん、って言わす、って言わす、好きって言わす、何倍もだよ。はあ。向けてればみすずに向かってればいいってことですよね、好きが。あ、うん、そう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 、ね、そう、ドラえもん好きとかはダメです。わかります。うん、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 カレー好きとかはダメです。はい、みすず好きです。はい、はい、います。好き。で、それを、じゃあ、入りは何にするか。入りはどっからがってことですよ、ね。はい。どっからの入りから行くかってことですか。どっからの入りから行くか。好きです。好きを。どっからの入りから行く。スイーツの話題にから行きますか。スイーツ行きやすくない。行きやすい、好きに。ああ。でも、自分が好きでしょ。うん。みすず好きでしょ。山内さん好きでしょ。うん。スイーツの話題からそこに行かなくないですか。確かに。どうやってシフトチェンジしていくかっていう会話力ですよね、これ。そうです、そうです、うん。じゃあ、スイーツの話から必ず入って、うん、そして、好きと言います。うん、僕は女性に、はい、あなたは男性に。嘘。あ、嘘。いいよ。こんなに言うと思わなかった。いやいやいや、いや、難しいじゃないですか。絶対回ってきたら女の人にやろうと思ってたから。いいよいいよ、それやろっか、どっちでもいいや。はい、じゃあ行きますよ。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでほい、あいこでほい、あー。
あー、なんだかな、山下さんにじゃんけん勝ったことないな。そうなんですよ。ミスちゃんの癖はね、もう把握しております。やだやだ。では、来週は、うん、誘導尋問のコーナーでは、うん、ミスズ好きと言わす、はい、スイーツから必ず入ってください。スイーツから入る、はい、ましょう。頑張ってくださいね。あー、どうしよう、うん、頑張りますこれ人選も大事ですからね。人選も大事、ほんと、はい、あ、面白いな、やっぱり。よかった、ちょっと続けてみましょうあのきつくなってきたらやめましょうね、うん、ミスちゃんね。大塚さんが、あ、ま、幻のコーナーになりませんよ、ね、本当よね、本当よ、本当そう。あ、そうですか、本当にそう、はい、頑張りましょうね頑張りましょう。ミスちゃんはもうメールアドレスとこのコーナーさえ頑張ってくれたらいいから増えてってんな、どん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 さ、もうあの2回目で気づかないで増えていってるなとか気づかないふりも大事ですよ。いや、すぐ気づくからこういうのすぐ言っていく人だからさあ、来週楽しみにしてください、皆さん。さあ、来週お腹痛くなるかな大丈夫ですはい、はい、あれしたら送ってくださいね、僕にね。はい、やりました。はい、さあ今日、お送りしてきましたサザンブリーズ、皆さん無駄な1時間楽しめたでしょうかミスちゃんどうでしたか。人生は無駄の繰り返しです。お、はい、名言、はい無駄な時間が大事ですよ。お、名言さあ、おかしなトロンボーンさん、はい、メール来てます。こんにちは、山内さん、ミスさん、いよ、誘導尋問のお題、うん、ブラックイソギンチャク。何それ、それに行くわけないじゃん。ファッションから行くわけないじゃん。ブラックイソギンチャクに行くわけないじゃんあ、まあ、僕だと言われやすいですね。僕あの今ブラックイソギンチャクって言われてるんです。あ、まあそういうことブラックイソギンチャクって山内さんのこと。そう、あの、そうって、別にさ、僕はでもそうって言いたくないんですよイソギンチャクとは思ってないですからね、自分では。あ、まあでもそういうことですよ。うん、そういうことね。うん、皆さんぜひお題を、うん、送ってきてください、うん、ブラックイソギンチャクも一応採用するかどうか、検討しますのでとりあえず来週は好きと言わせるミスちゃんがね、はい、頑張ろう、スイーツの話題から、うん、面白いな今からなんかもうどうしようかなどうしようかな。さあさあさあ、また来週じゃあ、楽しみにしててください。はよ、明日は変な嘘つかないでね、つかないでね。それではサザンブリーズさよなら、バイ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 なんでその終わり方。すずちゃん、山内さん、今週もお疲れ様ね。今週もお疲れ、そうなんですね、金曜日って今週もお疲れ様なんですよね。なんか金曜日っぽくないね確かに。あ、来週から4時5時になる、あ、5時6時になるよって言ってない。ツイキャスの、ツイキャス見てくれてる皆さん、来週から5時6時になるってよ。お知らせするのを忘れてました、みすずちゃん。みすずが忘れてたんですよ。はい。来週はどうなりますか。来週は時間が変更になります。変更？来週から。はい。サザンブリーズ。はい。5時6時の1時間になります。そうです。はい、時間が遅くなった分、余計はっちゃけたいと思います。そう。2時間しかないけどね。2時間しかはっちゃけ。まあいいわ。じゃあ、また来週。ありがとうございます。はい。ピッチャーの下。じゃあ、頑張ってよ。ああ、頑張ろう。どうしよう。罰ゲームがありますからね。何それ。今日じゃできなかった山内さんはどういう罰ですか。ごめんなさいって土下座した。土下座をして。見てんの、見てんの。